どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ははは。皆さん、このウクレレちょっと前にご案内しました。これはですね、ベトナムで今制作しようと思って手掛けているガズの監修したウクレレでございます。オール単板です。はい。後ろもこの面取りがあって柔らかくなってて、ここもネックの握りや弦高もちろんすごい低いです。弾きやすく、押さえやすく、音もめちゃいいんですけども、このウクレレですね。私はこの YouTube で、そうだ、このね、ストーリー、わかんない方、わかんないとか初めて知る方もいるでしょう。またエカズさんそんなことやって、ここにちょっとね、リンク貼っときます。ここで、このストーリーちょっとご覧になってください。実はこのウクレレを、クラウドファンディングで皆さんにちょっとこう、なんて言うんでしょうか、お知らせしたいというか、力をお借りしたいっていうプロジェクトを5月に始める予定なんでございます。はい。その辺のこともね、またここにリンク貼っとこう。ぜひご覧になってください。で、ね、このウクレレ本当私お気に入りで、本当まあこれは愛知県に住んでるウクレレビルダーの川上氏というビルダー、ウクレレビルダーと共同開発してるんですけど、彼は今ベトナムにも移住してこれを作ってるわけなんですけれどもね、まあやり取りして、日々やり取りしていろんなことを進めてるんですけど、これね、いいんですよ。で、いいっていつも言うじゃないですか。それはいいに決まってんですよ、私が作ってるわけ。だけれども、やっぱそれだとわかんないでしょ。いろんな人にちょっと弾いてもらって、これをくれるって、他の人が弾いたらどう思うのかなって、ちょっと興味がありませんか？そういうわけですね、私昨日。用事があって、ちょっと、西の方に行ってた時にですね、ガズレレの大好きな人たちが、なんかバーベキューやるよってちょっと聞きつけてですね、いきなりアポなしで行ったんです。突撃しました。それで、これ触ってもらって、皆さんの感想などを聞いていただいて、皆さんのこのね、どんなウクレレか興味あるじゃないですか。ちょっとその、参考になればと思って、どんな感じの、感覚を受けるのかなというか感じでございます。それをですね、お届けしたいと思います。ではね、昨日撮り立て、大阪のサプライズ映像とともにこのウクレレの皆さんの感想などを、見てください。どうぞ。どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日皆さん、私はどこにいるか。今ね、大阪に来てんですよ。これなんていうの？グランピングキャンプ、グランキャンピング。ですよ。パームガーデン舞島に来ております。何しに来たか。ガズのベトナムで作ってるウクレレの試奏会、勝手に押し寄せて、今ね、ガズレレ仲間ここでバーベキューやってるって情報を聞きつけまして、いきなりサプライズでウクレレ弾いてもらう会に突入したいと思います。行ってみましょう。どこかな。何しに来たかというと、ベトナムで作ってるウクレレの試奏会をここでやろうと。だから、ダンちゃんはできないでしょ。いいとこ一人ずつ撮って、ウクレレの感想を言っていけ。それをクラウドファンディングのページに上げて、みんなこんな。どうも、これですよ。これがベトナムで作ってるウクレレじゃん。これをですね、今からこのお二方に、今日皆さんこうやってバーベキューやってるんですけど、まずはこのお届けして、うわーすごいすごい、なんかやらせっぽいいやでも初めて触ったでしょ。これは僕がねデザインしたんですよ。どこ？これこの形、ノートに書いてこの通りに切ってくれっつって、で、あとこのネックの木がねもうちょっと軽くなります。なんかちょっと重たい感じがするから、チップ大丈夫や。で、まあ、ちょっと引いていただいて、柔らかい、どうです、まあ、じゃあちょっと引いてもらって感想は後でね言ってもらいましょう。見てください、このすごい、ここはなんてとこだっけ、大阪の
マイシマやね。マイシマイパームガーデン。そのパームガーデンっていう。でこれはそのさっきもね質問があったんですけど、コンサートサイズも一応クラウドファンディングでは用意する予定なんですけど、今はとりあえずこの日本がベトナムから出てきてるんです。なんか弾いてください。感触は柔らかい。これはですね、アカシア単板、単板材といってこう木を切っただけの薄い木で、うん、かっこいい、そう、これはね、だからさっき言ったんですけど、でも、いずれこういうのも作るかもしれない、じゃあちょっとなんかささっと引いた感触を。いや、これね、あのすごく柔らかくて原稿も結構低くて、低いですね、うん、ここがかっこいい、ここがかっこいい、ここ、ね、かっこいいよね、ここがかっこいい、音がすごい軽やかなんですよ。あとここにフレットがないのが弾きやすいかなと。あ、ここで弾くからね。そうそう、いい、ほんまや、すごい、めっちゃかっこいい。何番なんや。単板です、単板、オール単板、かっこいい。でしかもちなみに、ここのポジションマークとこの G マークも木なんですよ、これ木を埋め込んでるんです。あ、ここもや、そう。でこれは今 G はこれはサンプルでちょっと汚いけれど、うん、もっとちゃんと出ます。これ手で削ってる。めっちゃかっこいい。これ誰が作ってるって言ってましたっけ？え？誰が作ってるって言った？ウクレレビルダーの川上くんも、通称モジャくんっていうのが作ってます。え、ここいいよ。これついてるんですか？ついてます、ついてます。どんどん他の方も弾いてみてください。めっちゃかっこいい。え、ここはなんか貝とかにならないんですか？貝も、いずれだけど貝より木の方がかっこいいかなっていう。俺が決めただけで、貝の方がね一般的なんです。ここもだって。ここもペグもめっちゃ可愛い。これはねだからね。貝目、いや、俺もそれを言うと思ったんだけど。可愛い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 。これ可愛いからこういうのもいずれ作っていけたらもしかしたらいいかな。でとにかくこのクラウドファンディングでこれウクレレが売れればいいっていうんじゃなくて、工場を作ろうと思ってベトナムに。めっちゃかっこいい。クラウドファンディング。でクラウドファンディングにこの動画を載せたいんです。工場見学でツアーで、あ、もうそれも入って2泊3日のベトナムツアー行って、そこでオーダーをしてその人に作ってもらうってプラン。あ、今度これはまた後から送られる。そうめっちゃかっこいい。で最初の100本はあの100本しかないんで、ああ、すぐ速攻頼まれて売り切れる。マジで忙しい。行こう、やろう。まあ、いやめっちゃかっこいい。そう、あ、じゃあもう引いてください。どうですか？軽やかで。じゃあ、あの自己紹介お願いします。大阪の斉藤です。大阪の斉藤。ちょっと引いてみてください。大ちゃんっぽいよ。インプレッション。お、いいですね。めっちゃいいな。後ろに海が、あ、ヘリコプターまで映り込んできた。軽やかでいいですね。すごい。軽くてすごい音が。ふっとこう出てくる感じでね。ハワイの楽器やけどハワイっぽくないんですよ。確かにね、まあ、ベトナムだっすね。でこれはもっとマニアな話しちゃうと、これ単板のウクレレって本当は弦を緩めないとここがへこんじゃうんですよ。要は弦の力が。だけどこれはここの材を横から見ると分かるけど、すごく厚くしてるから、あのね、緩めなくていいんですよ弦。だからこの独特の音が出てて、あの反らないんです。やらしい。合わせる裏から。2枚？2枚じゃない、1枚ですよ。すごい柔らかくて、音も10本くらい買っとこうかな。で、ベトナムは木材の宝庫で、あ、どうですか？大阪の座長です。下手っぴでもうまい、上手に聞こえます。噛んじゃった。じゃがじゃん。いいですね。間違えた。誰かいだ。ジャガジャーン。どうですか。もうバンバン弾いてください。まあ、バンバンと。あ、これもそう。これも二本。で、あ、小泉さんもう一個のオリジナルやつ。キフちゃん。めっちゃ
あの、すべすべすべ、かわいい、抱っこした。これ、でもあれ、なんかあれですか、ミニウクレレじゃないですけど、これ普通ですよ、ソプラノ。ソプラノですか、うん、最近多分テナーを弾き慣れてるから。そう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 、大きいのやつ。お、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。あ、で、今度弾いてみて、弾いてみて。誰、柔らかい、柔らかい、柔らかい、すごい弾きやすい。いい、あの、本当に弾くね、柔らかくて、自分で削ったりしなくて、なんかね、ボディもすごいツルツルしてる。そう、この木がね、いいんですよ、めっちゃかっこいい。で、しかもこれも木なのよ、この周りの、うん、おー、あとね、ポイントはここが丸いの。こういう、このさ、こういうここが丸い一手間が肝なんですよ。あー、これないですよね。そうそうそう。あとね、思ったんですけど、こことここの色って大概違うじゃない。あー、そうですね。ここをわざわざ、こことなんか同じ色にしてるっていうのがすごい。あ、これ初めて見たな、この色。めっちゃかっこいい。なんか、そうそう、もう話せない。それにしても気持ちがいい。もうこんな角がないっていうのはめっちゃ気持ちがいいです。めっちゃめちゃ気持ちいい。抱きたい。めっちゃ油ついてる。怪しい、どうよみたいな。いや、ビートついてボーイン。ないから、あ、そうそう、ここがね、ここで弾けるとね、すごいですね。見たことないし、やばい、弾くことないから。これはいいぞ。あ、触ってください、どん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 、うん、これめっちゃかっこいい。大丈夫です、初心者が弾きやすいのが大事。初心者が本人が作ってくれたやつ、これになるべくちょっと、そう、これに近づいて。で、あのさ、このこれだっけ、これ見て、ちょっと弾いてるとこういう風に、ね、ピカピカになってくるんだよ、ね、アリアもそうだけど、これがいいんですよね、また。それが自分で育てるのがいいわけだから。何にあれをつけてしまう、ピクカード。それもまた楽しみだけど、だん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 自分のこの弾いていったことでこう変わっていく、その経年変化がいいわけで、レザーと一つ、レザーとかジーパンもさ、ね、だんだんこう、あ、そっかそっか、それだけ使ったっていうのが愛着が出る。そういうやつ、そうそうそう、いい。あ、出てくる出てくる、それはね、出てくるんですよ。めっちゃかっこいい、すっげーかっこいい。キム兄が上げてくる。あ、かっこいい。これそれできるね、できるね、できるね、それ。そうそう、これもね、単板だから、これドンもまあ結構いいんですよ。叩いてかっこいい、叩いてもいい音。そうそう、いい音。こっちだって一枚板だもん、ほら、杉がない。かっこいい。あの、どうぞどんどん弾いて。あ、そう、いや、すごい、めっちゃかっこいい。広さ柔らかい、ね、柔らかい、ね、柔らかい、ね、めっちゃなんかもう、ぬるぬるやね。めっちゃ気持ちいい。いい音ね、気持ちいいよな。でもやっぱ木がいいよね、やっぱ、うん、こうなんかテンションが上がる、木目が。めっちゃ弾きやすい、うん、柔らかい、いや、弾きやすいですね、滑らかい、滑らかい、滑らかい。概ね大好評で安心しました。やっぱりね、音がね、優しいとか、こういうとこ、なんか、丸いっていうか、この角も丸いですし、音も丸い、まろやか、優しい、柔らかいっていうイメージがみんな持ってくださったようで。で、ちょっとトークの中にも出てきましたけど、今回のクラウドファンディングでは、ソプラノ以外のウクレレも、あるとかないとか、ピックアップ付きがあるとかないとか、この辺のこと、5月のクラウドファンディングに公開されたら、すべて明らかになります。要注意です。要チェック。お願いします。マシトバズ。
ガズレレホームページにいろいろシェアして組んでます。ここはフォローしておいてくださいね。よろしくお願いします。はい、それでは今回はウクレレこのガズさんのベトナムプロのウクレレの、ことをちょっと知っていただいて、これシリーズものであげていこうと思いますからね、見逃さないでください。よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、チャオ。